全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。あいにくの雨となっています。ヴェルディ対イーリス、楽しみな組み合わせですね。実況担当は安塚博史、解説は元日本代表の木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、すんの火蓋が切って落とされました。残念ながら雨の中のキックオフ。前半開始直後、イーリス無難な立ち上がりを見せています。無難に繋いでいきます。追いつけない。さてどうしますか。アルシン一人で行くのか。あっと読まれていました。これはカットされます。手元の時計で5分が経過しています。イーリス、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。オープンスペースを探します。エースストライカーイーリス、絶好のチャンスを潰しました。前半30分になろうというところ、イーリス、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。大きくタイプチェンジ。長いゴール前に切り込んだ。蹴った。まだボールは生きている。おお、速いボールがいったぞ。絶好のチャンス。キーパーよく防いだ。手元の時計で40分になろうというところ、ヴェルディコーナーキックとなります。決まった。ヴェルディ先制ゴール。手元の時計で40分になろうというところ、ヴェルディ先制のゴールを決めました。北沢、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。北沢、いいところに張っていました。この選手をマークするのは一体誰だったんでしょうかね。ディフェンダーももう一頑張り必要ですね。前半45分が終了。1対0、イーリス1点を追う展開。木村さん、前半いかがでしょうか。とにかく早く1点返してほしい。で試合再開です。後半1分、ヴェルディコーナーキックでゲーム再開です。カーブをかけてきた。惜しい、外れてしまった。手元の時計で20分が経過しています。イーリス、システムを352に変更してきました。全体的に攻撃をジア取りで行くのか。ここですね。イーリス、ゴール前に壁を作ります。ここは見せ場です。とにかく後悔しないように蹴ってほしいですね。どこに決めてくるのか。肩の力を抜いて楽に行ってほしいですね。直接狙った。これが決まった。ゴール。手元の時計で20分が経過しています。キーパー悔しがっています。ヴェルディ1点をもぎ取りました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。木村さん、技ありのフリーキックでしたね。キーパーもいい反応してますね。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。後半30分になろうというところ、ヴェルディコーナーキックとなります。ファーサイドに行った。惜しい、外れてしまった。後半35分が経過しています。ヴェルディコーナーキックでゲーム再開です。
わずかにそれていきました。ポストの左、手元の時計であと1分。イーリス、ここから反撃の糸口がつかめるか。エースストライカー、エースストライカー、どこまで上がれるか。絶好のチャンス、なんと後半終了間際、ヴェルディ、ディフェンスの様子を伺っております。アルジェウ、ディフェンダーをかわした、右のスペースを狙った。まずは様子を伺うといった雰囲気。いいです、早く守備を整えたい。宮崎、大きくクリア。ここで試合終了。終わってみれば2対0。イーリス、決定的チャンスを生かしきれず完封負けを喫しています。木村さん、最後に一言お願いします。結果はもちろん、プロとして恥ずかしくない試合をしてほしいですね。放送席、解説は木村和志さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。さようなら。